南北高速道路の一部、ハノイ人民ンン高速道路ベトナムの高速道路は、ベトナムで近年建設開始された自動車専用道路、交通網。2000年代中盤に初の高速道路が供用され、2020年までに高速道路網は 1276km に拡張された。2030年までには 7000km に延伸される予定である。 人民の料金所ベトナムでは自動車専用道路網整備は近年の動きで標準化は未だ完全に実施されていない。道路によって所有者も異なり、財政、開発、所有、運用は国立、または民間企業などが運輸省に代わり行っている。例えば、国営のベトナム高速道路公団は4本の高速道路を運営しているが、通行料徴収は 契約企業が行っている。徴収企業は通行量と収入を運輸省と道路管理長官に報告する義務がある。この構造は徴収企業が収入を詐称し数回にわたり汚職疑惑の調査対象になったためである。政府も企業に対し安全管理欠如のため運営免許剥奪を通告するなどの処置を行ってきた。 ベトナム高速道路公団は2019年には年間1億3700万ドルの収入と3700万ドルの負債を計上した。計画中の高速道路の総建設費は479億ドルと想定されている。ベトナムの高速道路標識一般的に自家用車、バス、トラックはすべて走行可能だが、農業用車両とほとんどの自動二輪は走行禁止となっている。 ありがとうございます。